マスカスルだ。オッケーオッケー。まずこれが超必殺みたいな技で、でこれがダッシュ攻撃、届く相手に届くやつだ。でダッシュで、これが通常攻撃ね。逆毎度ちょっとこれあれだね、操作むずいね。やっぱり確実な相手の方向向くんじゃなくて、自分のやっぱり向く方向に動くんだね。プロライトございます。ね、ハメ風でいけば結構簡単にいけそうだけど、え、嘘。マジで。くぅ、銃生きて。そう、操作なんかタイミングよくやると操作になるっぽいね。これで一応やべ、ずっとこれやったらどうなるかちょっとテスト。なあさあ、なあどうや、よっしゃー、10超えた。スコアきつい。そう、今のはあのスコア重視でいった。かっこよくいくとどうなるかやってみるわ。ちょ、かっこいいの狙ってみるね。まず調節ブラスト、シュワッフー、あーそう、多分だけどこれ勝てないんだと思う。相手無敵でスコアを競っていくっていうやつだと思う。多分ね。もしかしたらずっと100とかいったら、100は言い過ぎかな、20とかいったらいけるかもしれない。くらえ、ドラー、シュッ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 、そしてドシャドシャドーン甘いのやべ、ドシャやべ、ドーン、ヒュッ、あやべ俺が食らったね。え、上級者のプレイとか絶対いいね。あ、さっきのスコア上がったし、楽しくやったらシンプルだね。はい、こちらバイナリーファイター、今のところ私のスコアが14です。このスコア超えてみないかい。結構余裕で超えそうだねこれがどうなっていくかだよね。ストーリーものにするのか、ボス戦ボスラッシュにするのか気になるところだね。ボスラッシュありえるね。ボスラッシュだったらさ、敵のグラフィックがずっと棒人間なんのかなずっとあれなんかな。ボスラッシュなのに同じやつと戦ってる風になんないかな、大丈夫かなあとあれだね、シャオシャオ作品みたいにさ、いろんな
あのマップをこう踏破していくっていうか、なのもありかもしれないね。はい、今のがバイナリーファイターでした。面白かった面白かった。ね、あと武器で、そうだね、武器で個性出していったりもそうだね。